どうもコンパスでございます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。今回ご紹介するのは、はい、奈良県民謡坂本踊りなんちきどっこいでございますけどね。ちょっと待ってください。はいはい。坂本踊りも大事なんですけども、うん、今回はちょっと特別じゃないですか。まあ、ね、特別というかね、もちろん民謡をお届けするのは大事ですからね、はい、そちらもね、今回でですね、なんとコンパスの民謡機構47都道府県を制覇いたしました。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。自分で言うことじゃないですからね。5年間にわたって連載をね、はい、続けさせていただきました。東京新聞の関係者の皆さん、そして、ずっと読んでくれてた、皆さん、そして民謡を教えてくれた小沢千月先生、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ね、初めてのね、4コマ漫画の連載で、右も左もわからなかったんですけど。4コマじゃないんですけどね。見たことあります？ちゃんと東京新聞買って見てください、これ。4コマじゃないですから。ねえ、だからね、はい、この僕らは連載一応ストップとなりますけどね、はい、これからもですよ、この民謡というものをどん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 発信していければなと思ってるんですよね。うん、まあ、これからはですね、はいはい、皆さんもぜひ、おのおので調べていただきたいなと思います。うん、なんでおのおので調べさせんだよ。いや、それを僕らの漫才でね、これからもね、こう、お届けできればいいってわけですから、うん。劇場にも足を運んでください。よろしくお願いいたします。まあ、締めっぽいのもなんなんでね。はいはい。まあ、うん、これから景気よく、締めくくりたいと思います。はい。ソーラン節でお願いいたします。いや、坂本踊りじゃないんですか。いや、ソーラン節でございます。あーどっこい。坂本踊り。やあ、なんちきどっこい、なんちきどっこい。山と坂本一の憧れ。ありがとうございました。